たくさんの衣装を着替えてきたナナちゃんなんですけれども、衣装のように移りゆく歴史も見つめてきました。まずはその衣装と一緒に歴史振り返っていきます。はい、1998年の2月のナナちゃんです。赤いタスキをかけているんですが、ここにある文字が書かれているんですね。この1998年2月にある社会の変化が起きていました。それを PR しているものなんですけれども、二月さん、どんな変化だと思いますか？タスキ、はい、奈々ちゃん選挙に出たとかそういうことじゃないね。あ、でもそんなようなタスキですよ ね。では正解見ていきましょう。正解こちらです。はい、選挙かな。はい、正解は郵便番号が7桁になった年なんです。昔7桁じゃなかったのと思う方もいらっしゃると思いますし、3桁でしたね。あ、3桁、そうです、3桁か5桁だったんですよね。はい、それを7桁になったということで、ナナちゃんがタスキをかけて PR をしていました。あ、本当だ、7桁、はい、書いてありますよね。うん、まあ、それに一役買っていたナナちゃんでした。うん、さあ続いていきます。続いては2007年の11月です。こちらは何の衣装か分かりますよね。あ、これ分かります。はい、ドラゴンズ、うん、そうです、優勝、そうなんです。2007年この年ドラゴンズは日本シリーズで日本ハムを破って優勝、日本一になりました。うん、この時ナナちゃんが何を見つめていたのか、当時の VTR こちらご覧ください。さあこちらどなたか分かりますか？あ、分かります。落合夫人ですかね。そうです、落合監督の奥様信子夫人と息子の福士くんです。日本一決定決まった次の日に、奈々ちゃんの近くで街頭募金をしながらファンと喜びを分かち合っていた瞬間ですね。懐かしいですね。はい、そして、まあ、日本一といえば、こちらも奈々ちゃんの目の前を通っていきました。ドラゴンズの優勝パレードです。奈々ちゃんがいる名鉄百貨店の前を通りまして、たくさんの観客が押し寄せているのが分かりますね。すごい列でしたよ。松井さんもご存知ですよね。はい、本当に盛り上がりました。名古屋の80がもうこのようにドラゴンズの歴史も見つめてきた奈々ちゃんです。すごいですね。去年もありましたけど、今年のはなおさらやっぱりすごいですね。はい、さあ松井さん、いかがですか？奈々ちゃん50歳です。これ奈々ちゃんも見てたんですけど、私たちも見てましたよ。懐かしい。2007年ですから16年前かな。うんうん、奈々ちゃん34歳、それ以来もう優勝ないですから、ちょっとまた見てみたい気がしますよね。奈々ちゃんももう一回、そろそろもう50歳になりましたし、うん、パレード見たいと思ってるんじゃないですかね。二月さん、そうですね、50歳記念で優勝、今年こそ50歳で優勝のパレード見たいと思ってるかもしれません。